DFS-39 の模型 DFS-39 またはリピッシュデルタアイボックは1930年代に開発されたアレクサンダーリピッシュの設計による無病浴機でロケット戦闘機目163の設計のもとになった。デルタ翼を採用したデルタ i、デルタツー、デルタスリーを設計に続いてゲルハルト・フィーゼラーの注文でスポーツ機として アレクサンダー・リピッシュが設計したデルタ4に始まる。デルタ翼でカナードを装備し、胴体の前後にエンジンとプロペラを装着した機体でフィーゼラー F3 ウエスペとしてフィーゼラーで試作機が製作された。劣悪な操縦性であることが判明しフィーゼラーは開発を断念した。アレクサンダー・リピッシュは問題は解決可能であると信じて、 ドイツ核空機研究所でバルタ・ゲオルギーと協力し、ドイツ航空省から資金を得て、フィーゼラーから試作機を購入し、機体の完成を目指した。カナードを除去し、後部エンジンを廃止したデルタ・アイバは操縦性が改善されたが、再び事故を起こした。ドイツ航空省とドイツ航空研究所はこの機体は危険であり、空力的な解決不能な問題があると結論したが、 バルター・ゲオルギーは研究が中止されるのを避ける努力を続けた。アレクサンダー・リピッシュの開発したストーク X 滑空機の実験結果を取り入れて空力的に洗練されたデルタ・イブブが再製作された。さらに主翼の交代角を小さくし、外翼に下返り図のお付け胴体を若干延長し、フィンが追加されたデルタ・アイボックが製作され、その性能は ディピッシュの求めていたレベルに達した。1936年に航空省の試験センターに引き渡され、ハイニティットマーの操縦で試験され、対空照明に合格し、航空省から DFS-39 の公式記号を得た。DFS-39 は優れた安定性と良好な操縦性を示し、ロケット戦闘機の開発計画を持っていた。 航空省の関心を引き、米163の機体の設計に引き継がれることになった。ありがとうございます。